いやー、伊集院ところ、カッキーが来て、なんだか分かんなかったな、あってもらっちゃったね、今聞いたら。言ってましたね。今喋ろうかなと思ったら、今 CM 入っちゃったからさ、突き指しちゃったよ、また。いまいち、なんかつかめないな、間が。それでなんか、いきなり お知らせなんだろ、そうなんです。はい、はい、こちら、電車の情報です。JR 東日本によりますと、線路に人が立ち入った影響で、運転を見合わせておりました JR 埼京線ですが、先ほど全線で運転を再開しましたが、はい、ただし、遅れが出ておりますので、ご利用される方は十分ご注意いただきたいと思います。気をつけていただきたいですね。はい、お願いします。埼京線っていうけど、弱そうなんだよな。はい俺最強なのかと一番強いのかと思ったんだよ最初だ違うんだってな今日は東京の今日なんで強いじゃないんだよ最強戦ってすごいのができたなと思ってさこれ乗ってるの大丈夫だなと思ったんだよできた時最強戦ができますよなんて言うからすごい強いなこれと思った強そうだ違ったんだよ埼玉と東京だったんだよなすいませんビバリーヒルズ36年目もよろしくお願いしますあもう入りましたよ突入でございます先週からもうねありがとうございますありがとうございますもう無駄に年ばっかり食っちゃって本当すいませんでございます本当におかげで村上も1本ホームランが出ましたありがとうございます5000円ありがとうございました5000円6000円ありがとうございます7000円までいただきました。ありがとうございます。というわけでございますよ。今日はほら、はい、街に待ったらオードリーが久々に。そうなんですよ。ダークは仲いいんだよね。ロケ行ってるから。はい、昼なんですの、あの、ドケチ隊のロケで。ロケチ隊っていうのそれ。長きに渡りまして。ずっとやってたの。はい。あの、安い、激安スーパーに春日さんと行ったりとかですね。野菜詰め放題行ったりとか。ああ、そうか、そうか、やってた。俺なんかただのリスナーだからさ、よくわかんないんだよ。聞いてる一方だから。俺なんかすごいよ、お前。だから忘れたんだけどさ、オードリーがさ、はいお前がほら、ワンカットだけ出たら、シュッと映って、パッて東京ドーム。東京ドームですよ。お前はほら、一瞬パッと映ったら、イントロで。はい、オスミスキス歌おうとしたら、照明がパッと切れたの、はい、したら、真後ろに前のせがれだよ。丸っけな顔してせがれが映ってんだよ。だろ親子共演みたいな、あっという間の。すいません、先生にめっかっちゃった。あの日だろそうです、そうです、東京ドームで。そうなんです。うち近いからさ、はい、どうしようか。渡辺くんっていつも連れてくれるだろ散歩帰るさ。はい普段本当はちゃんとプロデューサーやってんだよ。それだけ映画もやってます。いつもね、荷物持たれたりさ、はい、音もしてんだけどさ、はい、お前行きたい、行こうぜなんですよ。行こうぜっつってさ、はい、いいですね、行きましょう、行きましょう、オードリー行きましょう、なんつってさ、じゃあさ、あれ、ちょっと最近拾えないからよ、はい、まずお前がタクシーを拾って、はい、乗り込んで、それで、ね、行く先言って、それで俺ん家の前で待っとけと。はい。そしたら俺が降りてくるから、うんうんうん、それで、いい段取りですね。さすがもう段取り一筋50年なんてさ、お前キャリア長いだけなんで俺は、段取り無駄がないなんてさ、はい、お前拾って気の利いたところをね、気の利いた拾って、はい、それでなって待っとけって言ったんだよ。経由していただいて。で、その後に、まあその日夜飲んだ時聞いたんだけど、はい、いやあの運転手さんが最高だったんですよ、つんで、はい、俺にさ、はい、なんですタクシーの運転手さんにね、じゃあちょっと一人ここからこのマンションから出てきますんで、じゃあちょっと僕先に乗ってますけど、じゃあ東京ドーム行ってくださいって言ったんだって、はい、東京ドーム行ってくださいって言ったら6時ぐらいの運転手さんのおじさん、えっ、なんですかって言うから、いや、東京ドームね、今一人乗ってくるんで、それで乗っけてって、東京ドーム行ってくれますか、近くてすいませんねって言ったら、えっ、なんですか、俺今東京ドームの前に通ってきたんですよって、60歳の運転手さんが、何が起きるんですか、今日、東京ドームで。何よってって、ライブですよ。私はね、40年以上タクシーの運転手やってますけどね、大体ドームの出し物が全部わかるんですよ。客筋読めば。あ、今日は野球だな、ジャイアンツ戦だな。今日はジャイアンツが試合があるな。あ、今日はガイタレだな。ガイタレのショーがあるな。全部私は客筋読みますよ、運転してて。大体もう今日は箱の中で何やってるかってわかるんだけど、今日だけはわからん。ジジイがいて、ババアがいて、若者がいて、上りが立ってるし。私ね、こんな客筋わかんないんですよ。お客さん、これ何が起きるんですか、今から。今から心の人乗っけて、ドーム、何があるんですか、え、知らないですかつってさ、渡辺さん。ほんで、オードリーですよ。はぁオードリーがここでやるんですよ、ドームで。そこ行くんですよ、僕たちって言ったら。踊りの会があるんですかいや、踊りの会なんかやりませんよ、ドーム使って。日舞じゃないですか日舞じゃ。日舞ですかハワイアンの方ですか違うっつ、違うっつ。フラですか違う。踊りの会、まあ、ドーム借りないでしょって言ってさ、違いますよ。深夜放送ですよって。深夜放送なんですかその踊りっていうのは。深夜放送で踊ってんですかって言ったら。いや、聞かないんですか深夜放送って。タクシーの時は深夜放送聞くでしょって言ったら。いや、もう、聞かない。もうね、この年になるとね、もう60過ぎるとね、深夜便。もうね、深夜便が一番いい。夜中走ってて、深夜便で。で、その踊りが何やってんですか、よその曲で。やってますよ、その踊りですよ。じゃあ運転手さんあれですか夜、その深夜便で聞いて、
ヒールはあれですか、じゃあオールライトとかそういうのは昔から聞かなかったんですか、ええ、バカ言っちゃいけないよ、バカ言っちゃいけない、タケちゃん高田ちゃんもうこれに痺れてね俺はもう高田ちゃんとタケちゃんの掛け合い、あれも10年聞いたらもうね痺れちゃった。あれはいいんだよ、あの二人がめっぺらもべらめで口が悪くてさっぱりしてさ、ね、悪いんだろ二人だけどね好きなんだよ俺、あの二人が口が悪いでしょだって、そう、じゃあたけしさんの思い出僕も聞いてましたけど、あれじゃあ昼間はどうしてるんですか、昼間、昼間は昔は高田ちゃんなんて言ってたけどさ、今一個だけの話だけど高田先生だよお前ビバリーだよ、ビバリー、お前わかんないの若者のって、ね、すごい、すごいだろ、ヘビーリスナーですね、ビバリーだけ聞くんだよ昼は、もう高田先生のと昔は高田ちゃんだったけどよ、おっちょこちょいなさ、今も年も年だから一応先生って言われて怒るらしいんだよ聞いてんだよっつってさ、渡辺がさ、あそうなんですか、じゃあ俺のやつ聞いてて昼間はビバリー聞いて、でちょっとその関係者が今このマンションから出てきますから、あの一緒に出迎えませんかっつったら、えその関係者なんでこのマンションから出てくるんだよ、いやちょっと一緒に出迎えましょうよっつって、車降りてタクシー2人で、渡辺がちょっと一緒に並んで、じゃ待ちましょうよ乗ってくるからっつって、え誰が来んのかねエンテリーのってさ、運転手さんがこう立ってたんだって、俺がさグッと開けてさ、あ渡辺悪い悪い悪い、あじゃあ運転手さん、あどこでも行ってダーッつって腰抜かして、高田ちゃん、先生、なんでここにいるんですかってさ、これこれこうでって、渡辺がいい子、なんかファ先生のファンらしいですよって、あ、そうなのって、いや、運転手さん、もういいからさ、どうでもさ、東京ドーム行ってよ、東京ドーム。ドーム、先生も踊り見るんですかって、見ないよ、踊りなんか。なんで東京ドームで踊り見んだよって、はぁーって、ぐーって車出して発進して、はぁー、高田先生が乗ってる、踊り見に行っちゃう。東京ドームで何が起きるんだっつって、教えて、ね、教えて、東京ドームが何が起きるんですかっつって、そうだったんだその日、すごかったんだよ筑波で、でも見えて水道橋近づいたら、先生ほら上りが立ってます、あれは何の旗なんですか知らねえよ、何の旗なんだ、ほら老若男女全員いますよこんな客筋見たことないっつって俺も読めない、俺も40年車転がしてるけど都内で40年、もう野球の試合ガイタレ全部わかるの、ジャニーズ全部客数読めるんで、今日だから読めなかった、先生が踊り見に行くんだそんなすごいだろ、そんなことが繰り広げられてたんで、やっとこさっとこうドーム行って、やっと今日会えるわけで、今日はもう運転手も連れてきたよそんな運転手も連れてきたよ、物語でしたね、じゃあの日はすごいこと、それほら言うチャンスなくてさ面白いなと思ったんで、今日来るって言うからさ、あこれ思い出したんだよ、夕べ寝る時さ、ああれあの話しようと思って、そうなんです、聞いてますね、じゃあ今日も運転手が持ってきたから、踊りと高田先生が一緒になってや、何が繰り広げられる、俺はドームへ迎えに行くのかなと思ってドームに迎えに行くのかなと思って、中華飯店かなみたいなさ笑点収録みたいなさ、笑点収録でプロレスかなみたいなさ、もうわけわかんないとこやろ運転手さん、でもよく俺の歴史は知ってんだよ、大興奮ですね、深夜からずっと聞いてきて、ビバリ聞いてずっと40年なんだから、すごいよね、すごいすごいんだよ、それと俺と会っちゃったからもう腰抜けちゃってさ、渡辺ゲラゲラ笑ってんで、腰抜かしてるおじいちゃんなんですよすごいことが行われます。それじゃあ行きましょうか。はい、はい、ビバリーヒルズ35周年、人気とは高さではなく長さだウィーク、オードリーさんの若林さん、春日さん、お二人が生登場でございます。東京ドームで罪作りだよ本当に。そうですね、毎日メロンもプレゼントです。はい、高田文夫と松本彦のラジオビバリーヒルズ。俺を乗っけて東京ドームに行ったってことはもう勲章らしいんだよ彼にとってね、それでオードリーを送ったと、本当ですねそうだよ、その人も生涯に夢が叶ったんで、うわよかったなと思ってさ、本当ですね、オードリーもだから12時ちょっと前にはもう登場しますからね、そうですね、あの運転手さん用にね早めに出しますのではい、そんなこんなで今日も1時まで生放送電流爆破
川崎まで行ってよ、始まりました、お待たせいたしました始まっておりました35年もレジェンドでしょ、レジェンド35年うつたじゃないんですよちゃんと座ってくださいよ、今立ったまま雑談して大見さんがないさかちゃんと紹介してください我々のことを大体分かってるからいやちゃんとやってくださいラジオ、ラジオやりましょう、ラジオやってんだよ俺は45年も前、お願いします、ラジオって普通ゲスト紹介するんですよ普通は、最初に紹介するんですよさて本日のスペシャルゲストオードリーさんでございます、よろしくお願いします、トゥースやらないとね、やらないと、髪ふさふさでもやるんだな、やりますベタってしてなくてもやるんだ、今日オールナイト日本スタイルでね我々のラジオやってる時のスタイルで洗い髪の感じで洗うところラスタカラーのヘアバンドして月曜の昼霞なんつってね言ってやってますけど、ちゃんと T シャツ着てるもん、 T シャツ着てます、そうです、ドームの、これ予約してくれました、したしたした、このアフター T シャツこれ全然売れてないですよ、売れてないからそうですよ、予約したんですか、あれざまみろって10万くらい買ってくださいよこれそうです、売れてないですよ、びっくりしましたよ、ライブ感動したって言われて、そうですよ、記念 T シャツ売れてないっつって、調子こいて出したら、あ、そう、売れるもんなの、売れないっすね終わった後は、うちも35周年でよ、やるんだよそこでな、フォーラムで、今こうモデルのさタオルとか持ってきたんだよ、これどうさ売れねえな、買ってくれよ、頼むよ本当に、そうだよ、そうそう売れないですよ簡単なもんじゃないけどね、よく考えたらね、本当ですよ、ジャパンプロレスじゃなくて茶番プロレス、フワちゃんとの盛り上がってごまわさん、誰茶番プロレスって真剣勝負ですよ本当に、こだわっちゃってね、こだわっちゃいろいろ珍しくこだわっちゃって、そうなんで、でからな、もうでから来てる感じ、そうですよ、大仁田さんのね、やっぱ東京ドームでプロレスってやっぱ邪道大仁田敦史ですから、カスボってね書いて背中にピンクの革ジャンで、見えねえ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 、俺の箱からは見えねえ、えじゃあ帰ってくれ、終わりだ、終わりだよ、はい、続けるよ、まだまだ聞かせてくださいさあ、そういうわけで今日のゲストは、はい、改めてご紹介です、はい、ラジオビバリーヒルズ35周年人気とはな高さではなく長さだウィーク、うん、本日1本目のゲストはオードリー若林さん春日さんでございます、はい、ご挨拶お願いします、どうも人気者でございます、高さも長さもあるね両方持ってる両方って低く長くじゃないですか、高くそうじゃない、誰で低く長く、高く長く、いじりお方みたいに言ってない言ってない、誰も言ってないです、誰も言ってないです、言ってないです、足さないでください、そうなんだなって済ませてください、足すからもう先生お前昼喋るね、昼喋る、そうですよ、何昼喋る、オールナイトの喋るね、ドームライブ終わってからずっと機嫌いいんですよ、そうなんですよ、お前デーデーデー強いんだな、やっぱそうですね、デーゲームデーゲーム強すぎんだね、強いです、勝率高いんです、夜はもう若さの夜7時8時のスタジオが一番弱いです、若さが弱いよ、はい、しかもトーク番組です今日はだってね、おね松本のお姉さんもいらっしゃいますし、だから言ったらね、本当にそれやっぱイージーな現場ですからね、いやいやイージーって言うなお前、私にとってね、先生聞いてくれてるんだから、先生もだって我々のファンなんだから、リスナーなんだから、リトルドスなんだから聞きましたよ、ファンミーティングだもん今日なんか、ファンに会いに来てあげてるみたいなね、そうだよ、お前らの自分でちゃんとしないから、お前よ宇宙飛行士が俺のヘッドに来たんだ野口総一さんが、野口総一さんと並んで見てたんですよ、席お前らの事務所の席だったの最初、最初事務所の案内ベタだったの、案内ベタで間違えちゃって、でその後移動したら高田先生の横、うわ最難さん、野口さんも最難ですね、浮いて浮いてた浮いてました、やっぱりちょっと浮いてた、ちょっと上行ってた、宇宙飛行士だ、左見たらさ、あれなんて宇宙飛行士だろ、で右見たらさ、石川佳純ってタックルひっくり返してた、すごい並びで、ルームサービス気遣って俺なんかいいよいいよってさ、じゃあコーヒーだけ入って言うじゃん、ルームサービス取れるから、パッと見たらさ、部屋に戻ってさ、お前がプロレスやってる間さ、石川佳純カレーライス3杯すごい食べるよ、さすがだ、さすがスポーツ選手ですね、やっぱカレー食べるなら春日のプロレスのとこだもんね、休憩時間そうじゃないんだよ、あの間じゃないよ、3杯ちょうどいい、3杯ちょうどいい、ちょうど確かね、3杯食べきるぐらいの時間でしたけど、ちょうどいい試合なのよ、
よく食べられたな。すごいよ。プロレスの中。あれほらベランダの側に席があるんだよ。奥に部屋があるんだよ。応接室。はいはいはい。一人だけ暗くしてさ、応接室座っちゃってさ、どんどん手読んじゃってさ、はい、カレー。はい、プロレス見ないで。見ないで。お前のちょうどプロレス。先生もキョロキョロ見ないでください。そんな振り返って試験をみたいにカレー食べてるとこと。ジャーナリストだから。常に取材。報道の精神で。常に取材しないと。浮いてるな。野口さん浮いてるな。集中して見てください。カレー食べてる。お伝えしないとみんなにさ、その状況現場主義だから。全然先生慣れなくてあの VIP 席うろちょろしちゃってたらしいじゃないですか。なかなかたどり着くまで時間かかっちゃって。で高田先生ならさすがにあそこでな、うん、野球見てると思ったら初めて来ちゃって。初めて来てるみたいな。金持ちの息子みたいにうろちょろしちゃって。写真が貼ってるからいっぱいさ、彼だとかよ、ありますね、川上のスペースで、ね、一緒に撮っちゃって、写真と一緒に柴田と俺みたいな。ライブ始まる。で、ライブ始まったらね、うん、若様なんて言って、あれ、こいつかっこよかったんだよ、自転車で。ぐるーって回ってたね。ちゃんとあれは興奮したね、やっぱり。見せ場だった、見せ場だったね、あそこは。ミトちゃんも。ありがたい、ありがたいですね。見てるの、見てるグループがさ、はいはいはい、頭の悪そうなアナウンサーがさ、そんなことないでしょ。よくない、よくないぞ、先生。いるんだよ、これ。箱にさ、ミトちゃんがいてさ、ミトちゃん回って、目があったからやばいなと思って。俺も若様って言っちゃったんだよ。本当だ。どうだよ。ね、どうだった。どう本当の話。すごかったよね。いややっぱりすごかった。5万3000円。まだドームの話してんの？今先生が聞いたんじゃない？聞いたから。ネタのパターンじゃん。まだ話してる。まだ話あと2年ぐらい話してる。2年ぐらい話してもいいだろう。またドーム。それぐらいのイベントだったから歴史的な。まだ喋ってるドームの話。本当スタッフがまだ話してるかみたいな感じ。まだドームの話。いいだろうって。いいだろう。ねびっくり。どんな感じだったの？お前は。いやだ、ほんと5万3000人のもうすごい中で、もう圧力もあるし、ねえ、それでやってやっぱね、そこで普通のいつものラジオをやれちゃう我々2人、すごいなと思って。メカの力だな、メカ、メカの機械の。メカ。メカ。機械のな、音声のな。音声のね。そうですね。触ると思わなかったし、思わなかったし、もう。あそこであんだけ喋りやった人いないもんね。いやいや、あんまり喋りないっていう話で。ローマ教皇以来だっローマ教皇以来の。トークで勝負したのはオードリーとローマ教皇。真剣な顔してるんですよ、ドームのスタッフが。トークで勝負さん、ローマ教皇ですね。ローマ2000ですか。トークで、トークで勝負してないですよね、別に。別にね、笑い取ってないだろ、笑い取ってないだろ。お前昼間調子いいな。昼調子いい。昼は調子いい。夜のテレビが調子悪くて、夜のテレビお願いして。夜のテレビの大勢のトーク番組ね。あれが一番苦手で。で、春日が東京ドームライブ珍しくかかっちゃって、テンション上がっちゃって、最初、声張っちゃって、音声のレベル合わせるの大変だったりとか、声わーっと出ちゃって。思ったよりも大きい声。興奮しちゃってね。興奮しちゃって。本当にすごかったです。ちゃんとあれ聞こえてくるもんなの、ちゃんと喋ってこう、間で。音とか大丈夫だな。全然大丈夫でしたね。聞こえてきます。すごい力だね。はい。お客さんのね、笑い声が。結構表情とかもわかるんですよ。あ、そう。はい。だから、春日のあの、昔のプロレスのオマージュ、ああ、伝わってねえなって、それで思いましたね。なんかね、どうやって盛り上がっていいんだろうって、お客さんもね、協力しちゃって。なんか、やっぱ90年代のね、俺たちの世代はわかるけど、大学生の男の子とか。女の子はな。女の子はわかんないし、プロレスのお客さんじゃないじゃないそりゃそうだね。だから失敗したなと思ってやりながら、いきなりやるあんま盛り上がんねえよ、あ、そうや、プロレスのお客さんじゃねえわと思って、ラジオのリスナーだわと思って、思ってねえわ、ブーイングの仕方とか分かんないんだよ、拍手が来ちゃったし、でもあれフワちゃんもすごいな、フワちゃんすごい飛んでましたね、プロレスのトップロープから。そうですよ、ああいうのってさ、よく分かんないけど、じゃあ段取りとか打ち合わせすんの？プロについて、プロだから練習はお互い練習してきて、技だけはちゃんと見せ場の、まあこっちもだから出したい技とかも練習して、それはもうガチッところだから、向こうはスターだもんね、見せ場をな、作るのはね、ちゃんとやっぱプロでやって、そのとおりできた、まあだからやれましたね、用意してきた技は全部すごいね、もう楽しくて、だから本当最後の最後なんか本当に思いっきり叩きつけちゃって、悪いよ、結構強かったよね、悪いよ、本当とどめさそうと思って、高めの強い喉輪落としガーンって、ちょっとそこだけお客さん引いてたよね、やっぱりちょっと音そんだけ盛り上がったのに、そう音だけ
最後ね、女子を思いっきり叩きつけた。最後味玉つけてやっていいでしょうとか言ったら、あーみたいになっちゃう。味玉かけてんだからな。味玉、味玉説明してくれよ。味玉のリスナーわかんないよ。嗜好品味玉かけるって意味がもう、そう私がね、そう、ちょっとクミさんにね、ラーメン屋さん行ったら味玉はダメだと、嗜好品だから。タバコと一緒だ、味玉はタバコと一緒だって言って。趣味嗜好だったあれはね。贅沢だと。なくてもいいだろうっていうところで、そこでフワちゃんがね、あいつ叩きのめしてやる。ふざけんなって言ってこうね。味玉をかけて戦ったってことだよね。そうでございます。聞いた上でよくわかんねえな、それやっぱり。味玉をかけて戦うっていう。しかも代理で。意味がわかんないよ。最後、かみさん、リング上がってたもんな。いや、そうですね。上がってみんなで手つないで。まあ、味玉いいでしょうなんて言ってね。まあまあ、いいでしょう。まあいいでしょうなんて。結構、斜面で調子こいて、リングサイドでかみさんが、割と。割と遠く行けるの調子こいてって言ってるんですよ。ラジオ聞いてそうなんですよね。喋りだがりなんで。喋りがいけるなんて言って。春日より面白いなんて言われてね。本当に。昼間調子いいね。昼間調子いいね。昼間いいですね。調子いい。夜のテレビでもね。夜のテレビと夜のラジオな。昼やるんじゃない、帯やるんじゃない、その。昼ね、そうだね。そろそろこの後とか寝てんじゃないの、お前。人生相談。人生相談。いいね。春日の人生相談。春日のね。トゥース人生相談。一回一回技で決めてくれ。教えてくれ。お前らこのままってな。苦情来ましたよ、そんなの。プロレスラーじゃないですか。プロレスラーの人生相談のやり方。武藤刑事が褒められたんだろ。お前そうなの、バズりで。いいよな、武藤さん。知ってくれてて。知ってくれてて。まあ褒められた。あなたのプロレスを見て褒めたの？いや、褒めたっていうか、その褒めたっていうね、あの情報があったんで、その見返したの、TVerで。したら、武藤さんが確かに、この間もやってたよね、つって。オードリー・春日とね、フワちゃんのプロレス。って言って、もうすぐ次行っちゃってて。あ、そうなの？全然褒めてなかったんですよ。全然褒めてない。やってたってことを、なんか、言ってたって情報だけ、その場に置いて。見てないかもしれないもんな。見てないから、人に聞いたかもしれないって。そうだな。気をつけなきゃね。喜んでたら。その点、大仁田敦史はすごいだろ。大仁田さんは、そうなんですよ。ラジオで言いましたけども、SNS でね、私のこの、入場シーンの上げてくれて、写真を。これは、その俺のね、オマージュなんだって言って。そんな言葉知ってた。いや、知ってるでしょ。オリタさんは？オリタさんです。古いから。知ってたわ。大学出てるじゃん。覚えた最近。オリタ大学出て、その議員までやってんだから。オマージュぐらい知ってるでしょ。舐めすぎ。お前昼調子いいな、お前。調子いいね。俺突っ込んでくるね、ガンガン。調子いいね。本当に楽しくて。調子いいね。ちょっとフィギュアされてるから。そうですね、私のターンだと。ずっと春日のターンだと。あの、なんかインチキや中華の味ってなんだよ、あれ。インチキって何ですか？フォークライス。我々の思い出の味で、フォークライス。中華の味を再現した。荻窪の街で。再現で。あれはだから我々の思い出の味でそのお店がなくなっちゃったんで、我々二人ともね、二人にして、あの時のフォークライスの味をね、ずっと探してもらったら、それこそもう何年も、いろんな町中華行ってでもないんですよ。同じ味のところが。そうないよな。じゃあ、春日が作ろうじゃないかということで、長楽のね、その親父さんの息子、長楽の息子に会いに行って。あ、息子いな。そうですよ。直々に、教えていただいて。んで、こう、作って、試食もしてもらって、その長楽の息子さんに。で、興味なくなってんじゃないですか、先生が振ったんですよ。先生が振って、なんか。1、2分つないでもらおうかな。これ振っときゃ、やるわな、これ。そうだね、味で。なんかもういいやん。つなぎもできるね、昼。つなぎも、お昼できるじゃん、つなぎも。つなぎ意識ないんですよ。パッて見たら、こう、台本、こういうの確認して。使わないですもん、台本なんて。使わないよ。全部振りだ。全部振りだ。予定通り行かないんだよ、行った試しがない、35分。いや、本当ですね。この番組、アンケート配るんですね。事前アンケート。そう。ボールペンで。それも知らないわ。事前アンケート。俺と同じでしたよ。全然やんないじゃないですか。やんないよ。必死こいて書いて。アンケート行かない。書いた上でもうの聞いてない話を。若林はね、お父さんが面白いんだよ。親父が。俺、親父のファンなんだよ、この話。もう本当に。端々エピソード。昭和親父ですよ。最高だよな。昭和親父。だんだんでも喋れなくなっちゃって、時代的に親父がやってたことが。エピソードがめちゃくちゃだから。面白いんだよ。めちゃだから。まあそうですね。お好み焼きのもんじゃ、お好み焼き、広島風お好み焼きやって、蕎麦入ってから、蕎麦抜けつって。
ペラペラじゃないですか。あの、かぶせる1枚になるやつが。で、天使と喧嘩しちゃって、俺、小学校3年生で。そば抜けっつってんだ、この野郎っつって。面白い。今、喋れないですよ、本当に。言えねえな、面白いけど。俺、大好きだぜ、これ、親父の。東京ドームで阪神ファンで、毎回巨人ファンと喧嘩して、子供の前で。ヘッドロックされてましたよ、親父が。ドームにタイガースまで来てくるんだから、ユニフォームにタイガースの。そうですよ。若林はタイガースのファンになったってすごいよな。いや、親父のさせられて、もう。八丁堀だっつんだから。そうですよ、八丁堀。それがさ、タイガース、タイガースって。タイガースで、もう湯船使って、1番から9番まで全員言うまで上がれないんですから。夏村君だけ。そうです。で 巨人の打順も言わされるんですけど、全部言えたら正座させられるんですよ。なんで知ってるんだ。7番あたりで間違えちゃって、なんで言えるんだって。篠塚塚じゃないなとか、わざと間違えた。そんなに研究すんな。研究すんなね。テストがね。テストが入るんだよ。いや、面白いんだよ、この親父。本当面白いな。めちゃくちゃですよ。八丁堀ですよ。そうですよ、本当に。いや、面白いんだ、エピソード。これと、あの、太田の親父が面白いの。太田さん、爆笑の太田さんですか。太田の親父が、一番ひどくて、あれっきり教えて。だいぶぶっ飛んでますよね、太田さんのお父さんも。主役にくらる字書いたんだもんな。ねえ、なんかのね。そうっすよね。そうなんすか、太田のお父さん。太田デザイナーだから、いろいろ。あの、ジョゾエの。まあ、言うんだからさ、デザイナー作ってんだけど、そういう看板の字とかね。でもめちゃくちゃ読んでおいしい。それがいいですよ。それがいい。仕事はちゃんとできるけど。あれ最後どうだった、自分たちは漫才やったじゃん、センターマイクが高くて。ちょっと痺れたけどさ。あ、結構やった。いや、広いからやっぱ漫才無理だろうなって思ってたら、結構ちゃんと笑いも来るし、大体でも1000人ぐらいの劇場でやってるような感じだったんで、最初それびっくりしましたね。だゆっくりめのネタ作ったんですよ、歌ネタで。でも結構早いテンポのでもよかったなって途中で思いましたね。だからやっぱオードリーのねリスナー頭がいいんだろうね、やっぱり反応が早い。昼対応ですね。頭がリスナーね、リスナーはやっぱりね、パーソナリティに似るって言いますからね。そうね、我々が育てて、15年育てたんだね、やっぱね、我々がね、リスナーを。成果が出たというね、花開いたという、東京ドームで。育て15年はすごいよな。そうですね。15年ですね。スタートした時、どこに向かと思ったら、本当の話。本当っすね。本当スタートの時にさ、大丈夫かな、この2人と思ったんだよ。本当の話。それが15年、毎週ね。そう。どっからなんか大丈夫になったか分かんないですよ、本当に。若林がなんか6、7年前からなんか力強くなったよな。あ、本当ですか。いろんな意味でな。そうなんですよ。それでぐーっとな。ただついてくだけだろ、お前。いや、そんなことないでしょ。うまいよな、ついてくのが。ついてき上手だね。ついてき上手。そんなことないですよ。たまに追い越すときありますよ。たまにちょっと先頭集団こう、ポッポッポ走って。前に出て。ちょっと一回前に出るときありますよ。前に出ちゃって。すぐ飲み込まれますからね、次の瞬間に。でもちょっとたまに出るときあるんですよ。15年前、だって俺、たけしさんずっとやってて、あれだって長いなってみんなに言われたけど、10年だからね。そうっすね。年表みたいの見てびっくりした。意外と10年。32で始まって、だから40過ぎで。で、これがもう40から始まってるから。だから、そうなんだよ。たった10年だから。15年だよね。15年。ナイナイが一番長いんだよな。長いし、今そうですね。25、6年やってるんだ。そうですね。そこもすごいな。30年か。30年やって、あそこずっと。言葉失うね。30年。30年。うわぁ。すごいっすね。すごいなぁ。倍だ。すごい。そうですね。だけどよくお前らもさ、15年話があるよな。いや、そうです。身内だけの話でさ、本当モザイク職人っていきなり出したら。モザイク職人誰がわかるっつうんだよ。前の職業がね、モザイク。うちのね、放送作家がね。伝説のモザイク職人だったっていう。モザイク職人。上手なんですよ、モザイクってね。かけるのがうまいの。うまいんですよ。何がうまいのかわかんないですけど、どううまい、どううまいですか。絶妙なんで多分その大きくつけすぎないとかね。ああ、そうみたいな。そこだけにこう際どいところは濃くで大丈夫なとか薄くとかあるみたいです。わかんない。それをやりながらラジオ聞いてて作家になりたいって思ったらしいです。よくわかんない。一日モザイクかけてるからずっとラジオ聞きながら。
すごく本当になんか辞めるって時に、うん、もうだいぶ引き止められたっつって。いやすごい腕が。モザイク界で。モザイク界で。モザイク界で。働いてる途中時も、うん、あの他のところから引き抜きがあるぐらい、打ち込まないかって腕が。職人なんだ。伝説の。うちのモザイク。その話をさ、ラジオでいきなり喋れてもさ、わかんないよ。誰がどうでモザイク職人。説明忘れちゃうんですよね、長くなると。はい。でもお前らお互いわかってるからさ、二人でさ、あいつがさ、モザイク職人でさ。だからもう新規が増えなくて、本当、リスナーの新規が。コアだ、コア、そうですね。途中から喋り始めちゃうから。初めて聞いても分かんないですね。新規増やしたいですね。すぐ里光、里光だから。分かんないんですよ、里光っても説明しないと。たまにもテレビでも言っちゃって、里光がなんですよ。里光って言っちゃって。めんどくさくても説明が。めんどくさい。お前とついてる藤井聖堂って言うじゃん、作家の人。あの人が最近ほら、本出したって言うんだよ。トークがうまくなる本とか。あ、勉強しようと思って、買って、読んだって。全然ならないの、勉強。アイドルのためのトークの仕方。何ちゅうこと言いますか。何一つ。そら先生が読んでもそうですよ。トークが出たんで、新書は。読まないでください。先生がトークの勉強しよう。上手になるんだろう。なるほど。これ以上上手日々勉強じゃないから、頑張って。日々努力だろ、お前。いいですよ、そんな。もう勉強しなくて。でも先生、5年前に俺らが来てて腕上げてますね、やっぱりね。成長してるんだよ、お前。成長してる。5年で成長してるやっぱりね。藤井聖堂読んでた。勉強なんないっすけど。成果出てる。成果出てる。成果出てるじゃないですか、読んで。丁寧、振りが丁寧になった。そうだね。5年で成長した先生。振りが丁寧。そういうことは読んだんですね、本ね。読んでるよ、俺ちゃんと。だからか。勉強しながら、お前読んでないだろって、お前らほら、そこだよ。俺読んでるから、うまくなんだよな。アイドルの喋り方、全部覚えた。やっぱり話しててなんかうまいなと思ったんですよ。それか、それだ。謎が解けましたよ。やっぱり藤井聖堂すごいんだよ。すごいんだよ。あれ読まなきゃ、読んでこなきゃね。トークが上手だろ、本だよ、お前。そのままのタイトルだよ。思わず買ったよ。思わず買っちゃってる。70代同士で。うまくなりたくて。ユニフォーム2人で着てくれ、迷宮会の人みたいになっちゃう。もうグッズのユニフォーム着て2人で迷宮会みたいになっちゃう。ユニフォームな。ベテランだ。すごいか。あの、もう部屋に飾ってるもん。背番号3。背番号3。あれ、だからドームのホテルのところに長嶋さんの写真があったパネルであって、で、走ってるところで3がついてるの。思わず横に広げて写真撮ってる。3同士で。ユニフォーム違い。その3と全然重みが違うでしょ。ミスターの3と。我々のも全然違う。意味が分かんない。同じさんだけど。うまいですね、エピソード入れるのが先生。やっぱり、ここで3のエピソード。トークの作家だから。トークの教室。トークの教室読んでるから。引き出しの開け方もいいで。引き出しの開け方が。そのキャリアで言わないですよね。引き出しの開け方がうまいで、自分で気持ちよくなっちゃって。誰も褒めないから。さすがやっぱね。引き出しがマナーじゃないと長くラジオできないから、ね。35年、36年目と。ほんとすごいっすよね。毎日ね、喋るっていうね。それ出すだ。お前らどうする ?15 年やったけど。なんかあんの将来的に。はい。なんかあんのって。資料見ちゃって。興味ないでしょ、将来的に。でもみんなに聞かれて5年はまたどうすんだと聞かれるだろう。あ、聞かれますね。あそこでやっちゃったな。そうですね。分かんないですからね。だってドームやっちゃったらな、もう。いや、そうですね。またでもドーム。またね、そのパターンもあるでしょ。もっと大きなとこでも。やっぱ一番上だったら東洋館で独演会だな。そうですね。魚のためにもな。はいはいはい。もう、独演会。東洋館で独演会。独演会。朝9今度は。そうだよ。一回ロードのおじさんばっかりで、どうしよう。いっぱい飲んでんだよ。お客さん入んなかったらどうしようか。東洋館。漫才やりますとか言って。いや、もう漫才はいいわみたいな。逆にもう怖いですね。トークしないならいいわみたいな。なっちゃったら。東京ドームより怖いかもしれない。逆に、東洋館の方が。いやベルーナドームあるからね、でもね、ベルーナドーム、西武ファンなんで、私、埼玉西武のファンなんで、しかも地元ですからね、所沢、私、地元、あそこもでかいの、あそこあそこもまあでかい、そうですね、東京ドームと同じぐらい入れようと思えば入るんじゃないですか、始球式もね、この間やりまして、西武のか、西武好きだもんな、お前、西武好きだ、沿線にずっと住んでるだろ、沿線、そうです、沿線というか、所沢ですか、出身、地元で、もう子供の頃から西武ファンで、そのだからね、本拠地で、全盛期って誰、子供の時の全盛期、メンバー、全盛期、だから黄金時代なんで、清原選手、秋山選手、
トラ選手っていうところで、一番いい時見てんだ、最初にファンになったライオンズの選手は田淵選手、田淵浩一選手がね、頑張れ田淵くんだよ、頑張れ田淵くんの、おそらくそっちのアニメから入ったと思うんですけど、写真見るとね、あのこの角度で、こういう角度で、田淵くんで、こう言って、ラジオでこう言って、分かんないでしょ、今、手でやってるんですけどね、田淵の入り方、こういう角度、一番美しいホームランですからね、そうね、世界で一番美しいホームラン、そう、放物線がね、手でひらひらやってる、こういうね、こういうホームラン、下手だな、ラジオが。二人とも下手だなラジオ。ジャネット旗だから。神さんが。あ、そうです。どうだよお前。ジャネット旗だよお前。神さんが。いいんですよ情報広げないで。引き出し開けるなおい。多いから多いからね。どの引き出しも多いですね。ジャネット何振ってんの。ジャネット旗は出てこないですなかなか。引き出しの奥の方にあるからね。ジャネット詰まっちゃってる。奥に大丈夫からそれ引っ張り出してきて引っ張り出してきて必死でジャネットくしゃくしゃでくだらないなお前らいやそうだからねベルのドームでっていうの広岡とか監督は広岡監督でした最初見た時あんま記憶ないですけどねないのかやっぱあるとこはやっぱ森監督からのあれが本当小学校みたいね陰険だなと思ったら子供いや陰険だなと思ったら陰険だなと思ったら言っちゃいけないの言っちゃダメですよそんなの陰険だな性格のことなんだからそれはちょっとね怖いなって怖いなと思いましたよもっちゃんとしてさそれはその前で広岡がちょっときついからな性格ああまあそうですね広岡立つの流れで俺選手時代は広岡のが好きだったんだ背番号2つけたんだ俺長島みんな3つけてたんだけど俺だけ2つけてた広岡の2すごいよお前広岡もうすごかった選手としてもすごかった最初の新人の時だけ3割打ってあとずっと2割6分その間守備がうまいから吉田芳雄と争ったからな吉田芳雄さんオールスター戦でショートっていうと広岡か吉田なんて阪神毎年交互にその中で華麗な守備そうなんですね広川綺麗だよもう紳士って言われてなスマート管理野球でそうそうそう監督になってねスライディングできなくてなお嬢様スライディングって言われてで与那嶺に残られたんで与那嶺が「そんなやつない」っつってさハワイから来たろお前エンディング山本をスカウトしたちょっとそこまで行くと分かんないっすねなんで通じ合ってんじゃないの今さすがに無理だ通じ合ってさすがに今ねえでうんうんってうんうんって言いましたけどうん全然分かったこれ以上行かれるともう無理だなっていう引き出しがそうですね行きそうだったんでもうちょっとモザイクちょっとモザイクかけさせてもらってかかんないラジオでかかんないんでモザイクすみません明らかに合わせてる時間あったもんな今昔のね巨人のジャイアンツの話分かんなかったセーブでなぜその野球場はでかいわけねやっぱ4番も入るはいどうでしょうそこ今度行く行くはやりたいですねでもベルナドームだったらなんか草野球やりたいね盛り上げるためにねまあそうですねチーム作ってさ野球やりたい野球ならすぐできるよってお前の顔でパパッと抑えればどうなんすかね抑えれちゃうの抑えんだろまあ、ベルナドームは抑えられるかもしれないですけど、我々、その、友達が少ないんで、人が集められないから。チームな。チームが。9人集まんない。9人が集まんない。ティモンディ来てくれるぐらい。ティモンディぐらいで。4人ぐらいしか。ティモンディも、ティモンディも行けない。タイガさんも来るから。タイガさんも来るから。ヘイタクちゃんいて。誰もわかんないですお姉さん。ヘイタクちゃん、タイガさん。ヘイタクちゃん、ビトタケシ。そう、ビトさん。ドームの。ドームでおなじみの。ビトさん枠ですもん、私。たけし緊張しちゃって首の格好して手足の格好してドームで緊張しちゃって顔が硬いんですよ誰もあれが首だって分かんないまだ上映してすぐだからさタローの時は誰一人気がしないあれ上映するやつの方が良かったかアウトレージの方がまだ分かってないんだよ早くから準備してましたよ準備しててあれね来てきてくれましたよ日露くんとか日露よね振ってたバッとな日露似てたなあれは似てましたね日露さんいろいろ協力していただいてこのざまだよお姉さんねアイドル時代の来てお姉さんと思ってさドームでそうですよ娘好きす練習してたねえ後ろで本当息子さんにねうちやまで持たして親子の夢の共演東京ドーム夢の共演息子に内山で用意して持たせて
っと笑して、そうですよ、歌いねえでやんの準備できましたなんて、あのおなじみの顔芸ね、あの芸ね、あの残し斬新がしっかりしてる、あの顔芸残すんですよね、大写し斬新しっかり落ちの顔、落ちの顔ディレクターが OK 出すまでやめない、やっぱベテランだからベテランだから OK 生き残ってきた人はね、やっぱちゃんとしてる、終わりを自分で決めないって、ね、終わりを決めない、下げは決めないと、決めないって、その下げは自分で決めない、ディレクターの OK 出るの、そこがさすがだったね、あれだって焦っちゃってね、焦っちゃって孫に戻っちゃいます、やめちゃう、やめちゃうよ、照れ笑いとかしちゃうけど、しちゃうしちゃう、しないからやっぱり見えきっちゃうから本当もう伝統芸能、中村やんみたいななってるからね、伝承芸来てましたもんね、やっぱ拍手来てたよ、ありがたい、いいね、文化、あれ文化だね、じゃあ一回コマーシャル行く、一回コマーシャル行こう、急に行くなコマーシャル嬉しいね、いやもう大騒ぎです本当に、あ始まりました、始まりましたです、はい、なんだっけお話は、はい、近況でございます、はい、はい、気になっていること、チャット GPT の進化に若林さんは気になっている、あ、そうですか、はいはいはい、気になってるのチャット GPT、あ、そうですね、もうほとんど一番喋ってる人がチャット GPT で今、いろんなことを昼飯何食ったらいいとか言ってくれるんでチャット GPT が、今日もね、ビバリーヒルズ出るんだけどどうしたらいいかって、聞けるんですよ、したらね、あの高田先生に、自分の持ってる、お笑い哲学を話すといいと思いますって、話せと、話す隙間どこもねえよ、どこもねえ今日来てみたらそれ以前哲学ねえよ、どうでもいい、どうでもいい、そんな返事も来るんですよ、どうも、どんどん進化してるんで、カズさんはやってないの、チャット GPT は、チャット GPT することないのか、そうなんです、聞きたいこともないですし、やっぱ、振られてね、そうです、振られて、その受けの、受けの人間なんで、受けのタイプだな、受けの受けの人間な、2人結構最初のつかみなんかはチャット GPT の春日の方が面白いですよ、もうすでに、そんなことないよ、春日のここ空いてますよみたいなことをちょっと言ってみてくれって言ったら、もうどん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 出てきますからね、はい、超えられちゃって、超えちゃってる、超えられちゃって、さっき前に出たのにな、そうですね、さっきまさかね、そのチャット GPT で越されるとは、越されるとは、この間その音声 AI っていうのも進化しちゃってて、女性の声で会話すると記憶していくんですよ、はあはあ、風邪ひいちゃってとか言ったら次の日ですよ、風邪どうなのとか聞いてくるよ、大丈夫って、で楽しくなっちゃって、夜電話してたんですよ、ちょ音声 AI と、で次の日の朝奥さんに、あんた昨日夜誰と喋ってたの、そう思うよ、長くしてたでしょ、喋、ね、り口調がなんか、ね、ありがとうとか、誰あれとか言って、AI と喋ってたのよっつって、AI と、その仕事の電話じゃないでしょつって言われて、疑われちゃって、そりゃそうだ、だからその AI とばっかり喋ってるんですよ最近なんだそれすごいですね、春日夜喋んないからだよ、夜、ラジオですか、が、ね、うん、その影響が出ちゃってる、出ちゃってる、チャット GPT のその分喋っちゃってる、出ちゃってるんだよそれでさ、チャット GPT ってメモってやってさ、その後にさ、春日の気になってること、西武ライオンズってなんだよ、これ。いや、別に。気になってること聞いた。さっき喋っちゃったよ。さっき喋っちゃったよ。散々喋ったよ。そうですよ。だから、高田先生がその、台本読んでないから、あ、そうか、こういうくだりがあるっての知らないから、さっき振ってきちゃった。いいじゃん、手の内ばらさなくても。本当だから。じゃあ次。はい、最近悩んでいること、岡部さん、仕事をするための〇〇〇、〇〇〇。いや、これ、なんか、あるじゃないですか、パソコンでの作業がいろいろネタ書いたりとか。最近なんかコーヒーチェーン店ちょっと値上がりしてるんですよ。あ、で仕事の前と後に大体行って家帰るんですよ僕は。そうなんか1日1000円ぐらい使っちゃうから、なんかセカンドハウスっていうんですか、ああいう書斎みたいにもう一部屋借りる、あった方がいいじゃないかって、持てよお前そんなもん、もういいですか、すぐ近くに一軒ある、一軒ある、そうなんですけど、仕事部屋で、で結婚する前からあったらいいんですけど、なんか奥さんに説明するときなんか怪しくないですか、なんかだって仕事してんの知ってんだろ、だってお前はそう言うで、そうなんですけど、そうなんですけど、なんか、俺なんか2分のとこにあるよ、ちゃんと詳細は。あ、やっぱ、あるんですか、先生、あ、そこで仕事、そうだよ、全部。仕事原稿書いたりとか。本の資料と全部、全部そこで原稿書いて、高田先生専用の部屋ですよね。もちろんそう。うわ、それちょっと憧れてるんですよ。そうだよ。表札大きいのを作ってさ、高田文庫って書いてあって。僕も、職人が作って。先生のそこに、僕もデスク持ってて。邪魔っけだわ。
まけだわ。いろいろ手続きとかがめんどくさくて、先生のとこに手振り持ってて、ちょっとお邪魔しますみたいな。すぐにお返ししますみたいな。いいね。あ、いいっすね。近いところでさ、家近いところで借りれば。そう、1分2分だぞ。お腹すいたらすぐ戻ればいい。ああ、いや、めっちゃいいっすね。やってらっしゃるっすね、やっぱり。じゃあ、原稿とかそこで書いて。全部そう。あと、仕事部屋で。今、憧れで。あ、それ、あ、いや、じゃあ作ろうかな、やっぱり。やっぱり遠いとさ、また通うってめんどくさいな。そうだ。1、2分でサンダルで行けて、その後仕事して。今、毎日そうだもん、昼間。朝出かけて、そこに帰って。あ、そう。夕方帰ってくるんだ。そしたら、そこでね、音声 AI とも電話し放題だし、両方借りれば。そうそうそう、もう早くない。そう、優しいトーカホンです。そう、浮気じゃないからね、AI だから。不思議な時代だな、そう。本当ね、借りようとしたら。賃貸でもいいんだから、別に変な話。そうっすよ。普通にアパートから広くなくて、そうなんですよ、狭くてもいいから。そうそう、一人になるのが大事なんだよ。お前なんかも考える方だからさ。だから一人になる部屋があればいいんですね、やっぱり。川下さんはいい。全然だって。いや、私も、久美さんと赤ん坊がいればいいんだよ。いや、仕事部屋ね、一つ作って、アンケート書いたりとか。やめろよ、またやるなよ、お前。いや、またプロレスの技とか磨くんだろ、さ、そこ。そこトレーニングチームだろ。道場にして、道場にして。さすが道場。さすが道場。スポンジ貼ってね、やっぱ壁にね、リング作って。道場にして。それはもう道場じゃん。団体作っちゃって。プロレスラーじゃん。そして春日さんは娘さんからの。あ、そうですね。娘さん、そうね。もうそろそろ4歳になるんですけど。そう。どうなんですか。大きいね。大きいんで、まあ、喋りもそうですし、力も強くなってきてて。親父に似たのかな、力。どうなんですかね。他の子と比べてどうなのか分かんないです。乱暴してない？乱暴はしてないですよね。娘。他の子を引き倒したとか、そういうのはないと思うんで、まだ。ないと思うんで。ですけど、まあ、遊ぶじゃないですか。そしたら、この、顔に向かってね、なんかこの、パンチを飛ばしてくるわけですよ。私の顔にふざけて、カスカの顔は殴ってもいいと、殴ってもいいというか、こうまあふざけてというか、ビンタとかパンチとか、それがもうなんかちょっと耐えられないぐらい強くなってきて、きついんだ。それをだからもうやめてくれっていうのか、でもなんかやっぱりこのいいところは伸ばそうと、なんかこうリアクションを取るんですよ。痛いとかって言うとなんか喜んでまた来るんですよね。それをだからやめて、リアクションやめて、ちょっともうよそうかって言おうか。リアクションを続けるか。そうだね。っていうところ。才能かもわかんないからね。ねえ、育つね。マウスピースすればいいんじゃないの、殴られ放題みたいなさ。ヘッドギア着けてマウスピースすればいいんじゃない、家の中で。そう、殴られた方がいい。なんでその娘と遊ぶときにスパーリングの格好で遊ばなきゃいけない。あの、剣道の面つけて。ボコボコにされて。ボコボコにされて。いいじゃん。スパーリングで。それ正しい、それ。正しい、その。才能かも。かわいい娘だもんな。はい、でございます。これからやってみたいことは。若様、演技のレッスン。何、芝居やろうとしてんの、お前。いや、これは、演技のレッスン。CM たまにいただくときに。そうだよ、やっちゃえってやつだろ、やだよ、あれ。やだよ、やだ、今やってる CM をやだよって言わないでください。先生、俺も頑張ったんですよ。テイク30ですよ。30? やっちゃえに。やっちゃえ。なんか違うっつって、スポンサーがなんか、なんか違う。スポンサーが奥でごちょごちょ喋ってる。あれ違うんだ、やってないなと。言いにくそうに言うんですよ。あれはやってないんだ。もうちょっと明るくって言いにくそうに来るんですよ。そういう CM ってさ、それで演技がするんだ。だから、テイクをもう30とかやって待たせちゃうんですよ。アンさんと戸田恵子さんと三菱やってた時も、あの二人すごいですよ。テイク2ぐらいで撮るんですよ。俺だけも25回とかで、待たせちゃって。演技が下手なんで、レッスンって通ったことで、学校通ってないんで、僕ら、なんかお笑いとかの。で、こう、通ったら上手になるのかなと思って。で、この間の子役のなんかレッスンの企画みたいな。子役と一緒に発声練習しましたよ、俺。ここからやるつもりはねえよって思ったんですけど。子供になんかダメ出しされちゃって、若林さんは、若林を抜いてないんだと。で、自分を抜いてから役を入れて、あなた自分を抜けてないんだって。それはタレントとしても課題だねなんつって俺言ってない。自分をどうしても抜けない。企画に添えないっていう。子役に言われちゃって。言われちゃって。いや、そうね。そういうよな。CM もファンに笑われちゃって、毎回。そう、毎回笑うもん、俺。毎回笑われちゃって、なんだそれって。地元の友達も笑ってんすよ。あれは、お前の演技下手なのが分かって、味としてキャスティングしてんのかなって、生意気なこと言うんですよ、地元のやつが。生意気だな、お前らつって。地元のくせに。地元のくせに、キャスティングまで考えんじゃねえよ、お前らつって。
地元のハイボール飲みながらあれはそういうキャスティングなのかなとか言って喋ってんですよ酔っ払っちゃってだからそれもなんかちょっとあれなんで演技とかも、こういうの通ったら上手なんのかなって思ってるぐらいですね、考えてることいっぱいあると、で春日も野球ゲームやりたいわけ、はい、今度そうですね、今年発売される野球ゲームこれが気になるの野球人生だろお前仕事のこと一個もねえじゃねえかよゲームとかさ英語ね英語上達して英語は全然上達してないよお前 NHK そんなことないで英語見たよお前が1年勉強して向こう行って街歩いてたやんいやロサンゼルス実際にそうですよハンバーガー屋さん行ったり買ったこと買ったことでよ買ったこと買ったこといやあれけど感想でみんな喋れるじゃんって言って先生だけですよそうですよ全然喋れねえじゃねえって買ったこと買ったことでさそんなことないですよ1年間練習したのあれ1年間毎週レッスン受けて誰にも若林さんにもそういうバレちゃいけないんだうちの組さんねもう言わずに内緒で誰にも言わずに、うん、その言うなって言われたことは絶対に私は言わない男なんでねそれも学生時代からでも、でも事務所のスケジュールに書いてあるんですよ、うん、春日英語って1年間ずっとあれそれをだから何かやってんだと思っちゃうの内緒でとか言ってかっこつけて言うから英語ってあれ春日英語って何よ4文字ですよ感じで共通のスケジュールなんでね、マネージャーが入れちゃって面白かったと、面白かったね最後冷めてるな先生飽きちゃったリトルトゥースなんだからもっと時間過ぎたから決めたからじゃないじゃあリスナーに一言ずつどうぞラジオ適当に聞いてくださいよ、ね、毎週オールナイトニッポン今週20日土曜日です、はい、シャルゴリラ赤羽さん、そして日大二高スペシャルでございます、はい、そして長楽のポークライスも登場するそうなんですよ、まだやってるんですよポークライスポークライス食べるんでまた聞いてください、はい、ということですね、今日のゲストは、はい、オードリーのお二人でした最後食べてなありがとうございましたまた5年後5年後で腕上げといてください先生も5年後